お、店側です。はい、こんにちは。はい、相馬しずれさん役の沖合亮太郎さんです。はい、OK です。よろしくお願いします。シバリンゲ、半端じゃねえ熱だ。これは水蒸気爆発。おそらく虫の卵を高温高圧で沸騰させて飛ばし、俺の体内で卵の水分が水蒸気となり爆発している。シバリンは体温調節じゃなく、こういうことに使うんだよ、トリコ。ヤツの動きを封じるには接近戦しかねえ。10連鍵パンチでも大して効いてねえってことは、もっともっと数を。10連、11連。ボボ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 。12連。バーイ。関係あるか。12連。やろう、そんな腕で殴るとは。うっ、もっとだ。13連、クギパンチ。ジェミニのカノン。せっかくそのルネとやらに元老権を仕掛け、ハーデスの座まで案内させるつもりだった。まあよかろう、今度はそっちのラダマンティスとやらに案内を頼もうか。バカめ、自分の身が八つ咲き寸前になっているものを。八つ咲き、それは貴様の方だ。なんだこれは。カノンの体ではなく、無知の方が粉々になっていく。いや、無知だけではない。バカな、この私の肉体までもが。なあ、貴様は神でもない人間が他人を裁く権利などないと言った。これは天罰、自らが招いたな。その天罰をお前も受けるか、ラダマンティス。この次に必ず。さあ、ここで自決するか、それとも俺たち全員を相手にして死ぬか。せっかくラダマンティスが教えてくれたものを無駄にするか。何？お前たちが何百人かかろうと無駄だ。命の惜しいものはすぐに消えろ。ねえバカな、でかい口を叩きおって。やれるものならやってみろ。見るか、星々の砕ける様。ギャラクシアンの欠点は霊圧に比例したその巨大さにある。刀剣としての常識を超えた形状と巨大さゆえに、その動きの全てを完全に把握するためには挽回を得得してなお14年の鍛錬が必要だ。レンジ、貴様はまだ挽回で戦うには早すぎる。それがどうした。
こっちはそんなことを分かった上で来てんだよ。幸い俺の残白刀は鈍くてな、隣接一つ砕けたくらいじゃ何も変わりゃしねえんだよ。爆道の61陸上航路。しまった。素直に剣を引けばよいもの、まだ私を倒せる気でいるというわけか。まさか貴様、失念しているわけではあるまいな。私にも挽回があるということを。挽回。千本桜影よし。開けてくれたまえよ、大地かけるくん。開けてくれないのかい？仕方ない、やりたまえ。アイリンくん、木崎です。何をそんなに怯えているんだい、かけるくん。私の名前は音谷秀彦。おお、なるほど、そういうつもりだったのか。そんな格好で大人を挑発するなんて。私たちは引っ掛けに。どちらかといえば肉の方がそこじゃというとおが。どうでもいいっつってんだろ、草食動物。ん？とにかくさっさと鍵はもらう。間に合わねえなら負けも同じだ。二刀流、逃げり。手ぬぐいをかぶると強さが変わるのか。さあな。おとろ！ひらめき！サモン！これも死角じゃ！カマキリ！撤回、無死角。資格なのに資格なし。うるせえよ、何やってんだてめえ。甘いな、お主気づいておるか。何？キリンには4本の足があるんじゃ。乱却だから戦う気があんのかよ。どこを見ておる、もう攻撃は始まっとるぞ。打ち上げられた斬撃は天井より折り返し降り注ぐ。降りしぐれ。撤回。
気を全て。くそ、受け切れねえ。ギーラやジェリコとはどうやら根本的に違うようだな。いや、実に嬉しい誤算だよ、チミ。花から混じっとるね。この桁違いの魔力、後付けで魔人の血を取り込んだ新世代の連中とはまるで物が違う。女神の琥珀では封印しきれないわけだ。ま、いいか。そんなことかもうちょっち試させてもらおうかな。おほー、殺す気満々なこの感じ、いいね。それじゃあこっちもそれなりに本気でやっちゃおうかな。あ、やべ、真っ二つにしちゃった。おい、あの漆黒の技が移動してガードした。俺っちの真珠の剣の一突きを無傷とは相当の問題。あら、これはどうかね。ハンター・オビスか。命中、イエイ。なるほどなるほど、魔力そのものは高まったもののフルカウンターの能力は失われてしまうと。みんな、朝、もっと、私はギネビアへの思いを捨てられない。私自身が許せなかった。だがアーサー王、あなたは私の罪を問うことも償いを求めることもせず、ただ私たちの前で正しくあり続けた。しかし私はあなたの手で裁かれたかった。あなた自身の怒りによって裁かれていたならば、私は償いを求めて狂気の道に落ちずに済んだかもしれない。ごめんなさい、ごめんなさい。私なんかが。ただこれだけは言える、アーサー王、いつの日か必ず世界を。あなたこそ最高の王であった。あなたのもとに仕えた誰もが王になるべきは、そう思っていました。やはり貴様か、グレンの錬金術師。あなたは。ああ、覚えていますよ。その傷、私の作った傑作だ。あなたの右腕は。我が国家錬金術師を殺すも貴様で最後。